PDF の概念が変わりましたよ。なんでもっと早く教えてくれなかったのかと。優秀とされてる人はやっぱり効率がいいなっていうふうに思います。ああそうですね、後でじっくり考えるっていうのを絶対的にやめるっていうのがすごい大事で、会議中に全部物事を決めてしまうみたいな感じにすると鮮度が高いんですよ。時間短くなるし漏れがなくなるしっていうところとかで効率化っていうのは質が上がるなっていうのは僕感じてますね。ちなみにアドビアクロバットのこともご存知ですか？詳しくはないですけども PDF とかいるくらいかもしれない。実はそれだけじゃなくて仕事を効率化できる便利なサービスとなっています。まさにあの Adobe Acrobat はですね、作業の部分を効率化できるソフトになっています。 PDF を編集という機能があります。日付であったりとか画像とかも差し替えもできますし、テキストとかも自由に編集できます。このページ入れ替えようかなとか、まあ、そういった時もですね、ドラッグ&ドロップで順番を差し替えたりですとか削除したりですとか別のファイルを挿入したりとか、編集できないソフトで開くことが多いから編集できないと思い込んでるだけであって、ちゃんとしたものでやれば編集できるんだって思いますね。あ、おっしゃる通りですね、はい、テキストは変えたくないんだけど、コメントを入れたい、例えばこれ誰かに見てもらいたいとかですね、指定してコメントを入れることができるんですよ。これを誰かに共有したいという場合は、クラウドで共有することによって1個の PDF 上で全員がフィードバック業務に関する会話が完結しちゃう。うわ、業務量150時間になると思いますよ。今の段階で PDF の概念が変わりましたよ。一生懸命仕事をしていてもツールを使ったりとか効率化できるとこをしないまま一生懸命やってるのと、使って一生懸命やってる人って同じ一生懸命でも出るアウトプット量ってやっぱ10倍ぐらい違ったりする。なんでもっと早く教えてくれなかったのかと。